サッカーファンの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。今週から久々に西ドイツのブンデスリーガのゲームをお伝えいたします。このゲームはハンブルクのフォルクスバルクスタジアムで、フォルクスバルクスタジアムで3月21日に行われました、ハンブルガーシュポルトフェラインとバイエルンミュンヘンのゲームです。解説はおなじみの日本サッカー協会の岡野慎一郎さんです。1年ぶりのご紹介ということになります。そうですね、はい。ブンデスリーガはファンの方は十分にお分かりでしょうが、今年も岡野さん、このハンブルガーとそれからバイエルンミュンヘン、去年と同じように二強の争いに終始してますね。その通りですね。もうこの2つがちょっとダントツという感じですね。そうですね。シャルケやシュチュッツカルトはどうしたのかなというふうに思ったんですが、例えばフランクフルトにしましても大きな調子の波があるようですね。なかなかこの2つのチームに競り合うような第3のチームはちょっとここのところ出てきてないですね。そうですね。ともに岡野さん、このハンブルクもバイエルンも日本に来てますし、ファンの方も多いチームですね。それでは早速、西ドイツ北部の名門チーム、ハンブルガーシュポルトフェラインホームチームのイレブンからご紹介します。キーパーはコイツカ、182センチ80キロ。確かこの人はフランクフルトに岡野さんいるときに紹介しましたね、はい、アイントラートフランクフルトにいましたね、はい。それから例の同じのナショナルチームのカルツですね、はい。3番が西ドイツ代表のグロー、24歳、若いプレイヤーです。4番が西ドイツ代表のやはりヤコブス。5番、岡野さん、ベッケンバワーです。そうですね、久々に戻ってきましたね。そうですね、元西ドイツの代表、今年35歳です。それからリンクマンはユーゴスラビア代表のイヴァン・ブルヤン。7番がユルゲン・ミレウスキー、西ドイツの B 代表。8番がホルガー・ヒーロニムス。そしてフォワードは西ドイツ代表のセンターフォワードのホルスト・フルベシ。それからキャプテン・マガトゥ、この人も西ドイツの代表。11番のカスパール・メメリンクも西ドイツの代表選手でございます。以上がホームのハーエスパーハンブルガーシュポルトフェラインです。さて、南部の強豪人気チームバイエルンミュンヘン、去年のこのブンデスリーガのチャンピオンです。ゴールキーパーはマイヤーというところですが、ミューラーですね。そうですね、これもちょっとおなじみあまりない選手ですね。そうですね、33歳ですが、ずっとマイヤーの影に隠れていましたキーパーです。若いバルター・ユニハウスがいるんですが、今日はベテランのマンフレッド・ミューラーです。バックラインがドレムラー、ホルスマン、この辺は変わっていません。それからバイナー、アウゲント・ハーラー、それから6番がウォルフガング・クラウス、やはり B 代表。7番がデュルンベルガー、 B 代表。8番パウル・ブライトナーです。それから9番をつけてディーター・ヘーンです。10番がユルゲン・レーバー。11番が1980年のヨーロッパの最優秀選手、西ドイツ代表で世界最高のドリブラー、カール・ハインツ・ルンメニゲです。先ほど岡野さんに、昨年から西ドイツのブンデスリーガの場合にはこのハーエスファーとバイエルンミュンヘンが拮抗して、優勝を争うというお話を伺ったんですが、今年も去年と同じようです。とにかくこれが25周を迎えましたゲームなんですけれども、スタートしてすぐに、ほとんどハーエスファーとバイエルンミュンヘンがトップ争いということで、他のチームはそうですね、勝ち点で言いますと5つぐらいですから、2試合半ぐらいですか。そうですね、2勝半ですね。それだけ開きますとね、やはりこういうレベルのゲームではちょっと難しいですね。そうですね。赤いユニフォームのバイエルンミュンヘン、そして右にブルーのハンブルガーシュポルトフェラインです。この時点でもやはり激しいデッドヒートを演じておりまして、勝ち点が3つ違いです。これも大変です、要するに天王山ですね。そうですね、1位2位同士の対戦ですからね、はい、これはもう非常に大きなゲームですね。トップはハンブルガーシュポルトフェライン、そしたら2位がバイエルンミュンヘンです。それだからこのホルクスパルクスタジオン満員ですよね。そうですね、すごいですね。ほぼ6万2000です、超満員です。ルンメニゲセンタリングです。1年ぶりということになりますと話題もいくつもあるんですが、先ほどメンバー紹介でお気づきのように
バイエルンミュンヘンにいましたフランツ・ベッケンバウアーがハンブルクにいるんですよね、これは本当に昔のブンデスリーガーをご存じの方にしたらね、はい、ちょっとキーな感じがするでしょうね、はい、ご承知のように当然ベッケンバウアーということになりますとバイエルンミュンヘンです。まあ、この時間でも幾度となくこの両チームの対決はお伝えしたんですが、バイエルンミュンヘンがこのハンブルクに来ましてゲームをやりますと、中んずくベッケンバウアーがボールを持つと途端にスタンドからブーイングが起こったんですよね。そうですね、昔はそうだったんですよね、はい、そのベッケンバウアーがハンブルクのメンバーとしてやるわけですからね。そうですね。それから一時、まあ、スペインに行っていましたブライトナーもバイエルンミュンヘンに戻りましてキャプテンを務めています。という意味では時代の変わりというものをつくづくと感じます。サポーターは断然ファイアスファーハンブルガーシュポルトフェラインの多いようですが、ちょっとマガトゥのボールでしょうか、深すぎました。10番がマガトゥ、西ドイツ代表で172センチ74キロ、あまり大きくないんですが非常に精力的な動きをするプレイヤーです。なお前期のこの両チームの対戦は2対1、バイエルンがホームで勝っています。レフリーはエシュバイラーさんです。ブライトナー張り切ってます ね、完全にもうバイエルンミュンヘンのリーダーですからね、はい、ブライトナーは今年、まあ、29歳なんですが西ドイツのナショナルチームにも復帰しましたしね、さあチャンスになります。ミュンヘン、いいですね、ヘディングシュート、レーバーですがね、はい、小さいけどこういうところに入ってくる動きは鋭いですね。そうですね、この人は小さいですね。岡野さんご紹介のユルゲン・レーバー171センチ、ドリブルはやっぱりルンメニゲですね、はい、肩を並べてボールに向かいますと背の大きい小さい関係ありません、よくわかります、それだけにね、はい、ああいう小さい選手がガッとボールのところに入ってきた時っていうのはやっぱりある楽しさがありますね。そうですね。こうして見ていますと本当に無駄のないサッカーという感じがいたします。ブルヤンが6番つけてますけれども、はい、ハーフじゃなくてストッパーやってますね、はい、今日は、はい、この黒髪ですぐお分かりでしょう、パール・ブライトナーです。カールハインツ・ルンメニゲ金髪、右へ流します、ドレムラーです。ハンブルカーずいぶん引きますね、最終ラインに絶対の自信を持っているんでしょうか、あまりミッドフィールドでは当たっていかないような感じもいたします。3番のグロー、ユルゲン・グローから縦へ通して4番のヤコブスでしょうか、右へ流れます。ベッケンバーらしいキックですが ね、アウトサイド右足でわざわざワンツーリターンは行わないか、そのまま左へ流れます。チラッと中を見ました。しかし無駄のない動きですね、ベンチ、はい、これがハンブルガーですね。そうですね、一番右端が途中更迭されましたブランコ・セベチ監督に代わりましてリスティック監督です。アシスタントコーチが昇格しました。やはり話題の一つということになりますとこれもドイツ的だということになるのかもしれませんが、ブンデスリーガの監督さんずいぶん変わりましたね、シーズン中に。4番のハンス・バイナー、左へ回り込んでシュートはできません、ホイッスルもなりません。しかし本当にドイツのサッカーというのは無駄なボールというか無駄なテクニックは使わないですね。そうですね、やはりもうグラウンダーのボールが多いしピシッピシッとその足元へいいボールを流していきますね、はい、要するにあの効率がいいんですね、
決してその省エネということではないんですよね。動きをその省略するということではないんですが、動きの量は多いですよね。そうですね、はい、非常に多いです。本当に無駄がありません。グランダーがイングランドなどに比べますと圧倒的に良くなります。ルンメジゲチラッとルックアップからどこでボールを離しますか。あっと、あえてディフェンダーの顔にちょっと当たったようです。キャプテンのマガトゥ、本当にグラウンダーが多いですね。多いですね。中盤に何人かいるあのサイドチェンジのパスぐらいですね、大きく振る、まあ、ゴール前のクロスとね、はい、サイドチェンジはこれは浮かせなきゃ通らないから使いますがね、だけどグラウンダーのボールもらおうと思うとね、はい、結局相手の選手の影に入ったら絶対にもらえないわけですからね、はい、その頭越すということではないわけですから、はい、それだけに動きの量は多くなるわけですね、はい、ポジションの取り方が大事になります。あっとブライトナーが離したんですが、ちょっとルンメニゲとタイミングが合いませんでした。逆襲です。そしてすぐ、まあ、こうした無駄のない動きが展開されていきます。ボールの動きに無駄がなくて、選手としてはやっぱり相当ある意味でのその無駄といいますかね、はい、出てこないポジションでもやっぱりさっさっさっと入っていかないとグランダーが通りませんからね、はい、そういう意味でさっき金子さん言われたように省エネではなくて、はい、むしろエネルギー、選手のエネルギーは大量にロスすると、はい、しかしボールの動きはある意味でいくとも実に最短距離を狙ってさっさっと流れていくという感じです ね、 本当にドイツのサッカーは完結の美という感じがいたします。どこでボールを入れますか。シュートかな、シュート、ブライトナーです。ちょっと右のアウトに切れましたがね、はい、ああいう格好で横に流して後ろから上がってシュート狙う、ブライトナーの一つの得意のプレーですね。ゲームは前半の20分です。西ドイツ北部の名門のハンブルク、南部の強豪人気チームのバイエルンミュンヘン。岡野さん、確かこのハンブルガーシュプルトフェラインというのは1887年、ですから明治20年になりますが、ドイツで一番古いチームだそうですね。そうですね、これは非常に古いチームだし、それから規模も大きいチームですね。そうですか、はい、一方のバイエルンミュンヘンの方は人気ということでは大変です。比較的これは新しいし、クラブとしてもそれほど大きなクラブじゃないんですがね、はい、まあブンデスリーガ作ってから非常に力をつけてきましたね、はい、かつて西ドイツのナショナルチームはこのバイエルンミュンヘンと、それからボルシアメンヘングラッバックでしたね。そうです、そのボルシアというのも小さなクラブでしてね、はい、ある意味でいくと小さなクラブの方が選手をうまく育ったりですね、はい、それからまあいろいろな環境とかいろんな意味でね、チームが育てやすいというドイツの監督もいるんですね。あ、そうですか、はい、やはり大都会になりますとね、誘惑も多いしね、なるほどね、いろいろ選手のコントロールも大変だということもありましてね、はい、そうしますとハンブルクあたりは余計大変ですね、それからもう皆さんご存知かと思うんですが、このブンデスリーガと申しますのは1963年64年のシーズンですね、はい、スタートしましたが、そうです、18チームで構成されています。一部が18チームです。縦へフィード、こちら側のタッチです。この8番がパウル・ブライトナー、西ドイツの代表選手、1951年の9月5日生まれです。こういうところのパスはうまいですね。うまいですね、相手の間をうまく通しましたね、はい、この辺でもね、カールハインツルメニゲ、左のオープンに誰か上がりますか。上がりません。ほとんど一人でゲームを作りますブライトナー。さあ相手を誘います。あっとボールがちょっと流れました、今のはベッケンバウアーに読まれてましたね。あ、なるほど、これが皇帝です。
笛が鳴ってましたね、はい、マンフレッド・カルツでしょう。この人が攻め上がるときはなかなか怖いです。メメリングのボールは取られました。これがディーター・ヘイメス。ブライトナーにやっぱり集めます ね中盤はね。レーバー、腰をキュッと落としてフェイントモーションに入り、あっシュートです。こういう後ろからのサポートがバイエルンはなかなかいいですね。そうですね。ただウィング相変わらず置いてませんので、非常に中へ絞った形の攻めが多くなりますけどね、はい。まあ、この2番、今ボールを持った2番のドレムラーは割とよく上がる選手ですがね、はい、もちろんあのハイスパーの方もそうした相手の攻め口を知っていますので、はい、それに応じた守りに入るわけですね。当然のことながら、ね、ハンブルガーの方はトップに張るということになりますと、やはりフルベッシュですか。そうですね。両方ともストライカーとしてはそういうのがいますね、はい、フルベッシュと片っぽはヘーネスと、はい、大型選手がいますんで、ね、そうですね。まあ、そこのヘディングあるいはそこをポストに使うという形は当然やるでしょうね、はい、5番のアウゲントハーラーです。アウゲントハーラーはフルベッシュをマントゥーマンですか、マークに行ってるんでしょうか。そうですね。しかし攻めの時にはね、アウゲントハーラーって非常に足の速い選手ですからね、はい、上がってきた時は怖いですね、はあ、重ね持ちになりましたベッケンバーはルメニゲですね。そうですね、ルメニゲにとりましてはちょうど日本に来た当初、まあ、当時というのはベッケンバーワーは雲の上の人でしたよね。そうですね、4番のハンスパイナーです。こうして見ていましても、岡野さん、今の局地戦にしましても1人がボールを持っている、それを見ているディフェンダーが3人、それから味方のオポローが1人という感じですが、動き出した時に反応するのが本当にみんな同じようで、しかも絶対抜けないという動き方ですね、ですからね、ある意味でいくとサッカーというもののそういうスポーツサッカーというのは競技の本質みたいなものが、ね、はい、よくわかると思うんですよ、はい。結局ボールは1個しかないんでね、はい、その1個のボールにみんながどれだけ集中して反応していくかということですからね、はい、ワンテーリターン、フィニッシュから、シュート、もう一回シュート、キーパー弾いた、ドレムラーのシュートですがね、いいシュートでしたね。足という顔して今手腰にやってますがね、まずワンツーリターンの場面からでしょうか。そうですね、はい、これワンツーいい形で帰ります、はい、ちょっと突破できないですね、はい、3対1ですから戻してシュートですね。ドレムラーのもう本当にサッカーの教科書に図解してある通りですね、はい、今度はチップキックゴール前、攻めの形を変えます。クリアリングキックはとんでもない方に飛んできました。ちょっと体勢が悪かったんでしょう。スローインです。綺麗なフィニッシュでした。ドレムラー、球離れもいい感じです。ドレムラーでしょうか。センタリング、ちょっとバイエルンミュンヘン押してますね。アウェーですがね、はい、バイエルンの方がより積極的なゲーム展開をやってます ね。これやっぱりバイエルンチームが人気が出るの分かりますね。あ、そうですか、アウェーでもね、やはりこれだけ攻めていくチームっていうのはちょっとないですね、はい、それともう一つは岡野さん、このパルチェルナイ監督がですね、
勝ち点3ということなんですが、あと残りが9ですか、はい、そういう意味では、まあ、目の上のたんこぶといいましょうか、前を行っている上を行っているハヤスパーをここで叩こうという積極的な、まあ、意図もあるでしょうね。もちろんありますね、はい、これで守備本位でやったんではやはり引き分けてもね、はい、ある意味でいけばもちろん引き分ければプラス1が出ますけれどもね、はい、やっぱり叩いておきたいという気持ちは強いでしょうね、はい、昨年度のチャンピオンのバイエルミュンヘン、あっとその前の年78-79のチャンピオンのハンブルガーシュコルトクライン、ちらっと中を見てハンブルクの攻め、クリアがちょっと小さいんですが大丈夫でした。今クリアは最後ヘネスですか。そうですね、ヘネスが戻ってましたね。攻めの意図を持ってもちろんボールをキープしているんですが、成果はあーっと PK かな、完全に足入りましたね今、ちょっとグローの足入ったというような感じがしますがね、はい、もう一度見てください、フルバックのグローですがね、はい、意図入ったでしょ、ユルゲングローです、どうでしょう、微妙なところです ね、 微妙ですね、足には入ってましたがね、はい、踏ん張ろうという気もなかったですね。エシバイラーさんはもちろん PK のホイッスルは吹いていません。コーナー、あー惜しいですね、ロペシハッピーのパターンでしたが ね、 あれで右の隅へ、左に方に走り込んできてちょっと角度を変えて右の隅へ流すというのがロペシの得意なヘディングですがね、体半分ぐらい浮いてる感じがしますね。そうですね、これはジャンプ力ももちろん優れてるんですね、そうですね、ちょっとボールが高く浮いて惜しかったですね、はい、187センチというホルスト・フルベシュ、ヘディングシュートの時にはご注目をいただきたいと思います。青いユニフォームのハーエスパー、ハンブルガーシュコルトフラインが少し盛り返し始めました。さあどこへ出しますか。メメリンクがスーッと左のタッチライン際にいます。しかし自らドリブルです。なかなかグローですね、これは攻撃的ですね。ハンブルクは両フルバックなかなか攻めに上がりますね、はい、62,000という観衆が入っています。ハンブルクのフォルクスパルクスタジアム、80-81という西ドイツの最上サッカーリーグの大詰めの試合です。地元の新聞あたりは文字通り天下分け目の戦だということを書いたそうですね。そうでしょうね、大変なゲームです。さあチャンスになるかな、逆に振ってヘネスですね。ヘネスが一瞬何か抑えられたような感じもありました。もう一度見てください、ブライトナーですね、はい、ここで中にポーンとドゥルンベルガーが叩いたボールなんですがね、はい、味方同士ハンブルグの選手ちょっとコンビネーション悪かったですね。そうですね、これがマガトゥ、早い展開だ、ゴールラインシュート、グルベシ怒ってますよ、ちょっとアウゲントハラーが押したということだと思いますがね。なるほど、もう一度スロービデオです。マガトゥがいいパス出しましたね、走りながらここで外から押しているという感じです ね、 ですね、ワイナーですね、はい、押してるのは。でも明日接触プレーの場面は岡田さん、これ仕方ないですよね。まあゴール前になりますとね、あれで即 PK というわけにはいきませんし ね、 まあああいうところはイギリスではよく見られるいわゆる格闘技的要素ということを言いますがね、はいはい、やはりドイツの場合でもあるいは他の国のサッカーでも、はい、やっぱり接触プレーというのは当然ありますんで ね、 そうですね、体でグッとあれ抑えられるかどうか大事なところですね、はい、おいいバックパスしましたね、はい、
ルンメニゲ・ブライトナー、そしてこのウルフガング・ドレンバー。ああ、ちょっと追い込まれました。まあ、レーバーからのバックパスなんといってもハンブルクの本拠地でやってるわけですからね。どうでしょうか、やはりあの南と北ということで対抗意識はだいぶ強いんですか。強いですね。あ、まあ、前にもちょっとブンデスリーガーの試合の時に説明したことあると思いますがね、はい、やはりバイエルンというのは州というよりも独立国のような感じですからね、ドイツの場合には、はい、それだけに南部というよりもバイエルンということでやはり北の方の人たちは相当対抗意識を高いですがね、まあ、持ってますよね。そうしますとあの北部のハンブルガーの方がよりこう都会的だという意識があるわけですね。はい、あります。まあ喋る言葉もだいぶ違いますしね。北方ドイツと南の方とは違うわけですか。はい、違いますね。まあ言い方すればいわゆるバイアリッシュというバイエルン語ですね。ああ、なるほど、はい、もちろんドイツ語なんですけれどもね、はい、さあミッドフィールダーパール・ブライトナー、ちらっと見ましたがボールは出しません。ハンブルガーの方がミッドフィールドでかなり当たってくるようになりました。必ず行きますね。ただバイエルンの方が動きの量が多いですね。あ、そうですか。見てますと、はい、ちょっとハンブルクはねあまり全員コンディションが良くないような感じがしますがね。そうですか。ちょっと体が重いような感じですね。まあ、ホームでやっててこういう天下分け目というんでプレッシャーがあるんですかね。そうかもしれませんね。おー、今のはちょっときつかったですね。はい、振り返ってみますとディフェンディングチャンピオンであったあのハンブルガーが去年のシーズン大詰めまで行って確か勝ち点差が2だったと思うんですがバイエルに取られたんですね。はい、向こう側タッチです。ちょっと時間がかかります。ようやく入りました。7番のミロウスキー、よく体ひねりますね。ひねりますね。これやっぱり状態の筋力の良さっていうのを今のヘディング一つ見ても感じますね。はい、まあ、あれが普通ですとコーナーですがね、あれだけまた飛ばないですよ。そうですね。珍しくドリブルだ。惜しいですね。フルベッシュね、ちょっとボールの落ちる位置判断誤りましたね。はい、もう一度見てください。この場面からマガトゥ、やっぱりマガトゥはフルベッシュの使い方がうまいですがね、ちょっとこっち一辺行ってしまったですね。そうでしたね。バウンドさせないであのボールうまく空中で落ち際コントロールしてればシュートできたですね。はい、ルンメンゲこれ出すとこないんでしょうか。先ほどからちょっとああいうプレーがあります。今度は右へ流します。スライディングタックルでこちら側のタッチです。まあ、ルンメンゲぐらいしかある意味でウイングらしいプレーができる人いませんのでね。そうですね。そのルンメンゲが中に入るともう外側にはほとんど選手がいないということですからね。はい、レーバーからルンメンゲリターンをして今度は向こう側、リターンです。いいところ入りましたね。入りましたね。戻してならこの辺でクロスが出るんですがドリブルに入って正面からクロスして、あ、シュートはできません。あ、ちょっと反則取りましたね。倒れましたよね。どういうプレーだったんでしょうか。スクリーンプレーでボールの受け渡しの時にね、はい、足に入ったと思いますよ。すれ違いざまの場面でしょうか。ホテルエーバーが右から行きますが ね、この時に足が引っかかってますね。はい、右足がちょっと出たようです。ちょっと痛そうです ね。そうですね。
まあ、この角度から見るとフリーキックの時いわゆる壁の作り方がよく見えますね、はいはい、後ほどインプレーになりますと今の場面がおそらく出てくると思いますが、現在はちょっとレバーが傷の手当てでしょうか、傷はないと思いますが多分打ち身でしょう。それにしましても振り返ってみますと冒頭にご紹介しましたが、今年のこの80-81の西ドイツのリーグは始まってすぐにこのハイスパートバイエルンの争いになりまして、第22週では勝ち点並んで得失点差わずか1というふうになりましてね。そうですね、最後まで本当に競り合いましたね。そうですね、まあ、もちろんご承知のように勝ちますと勝ち点が2、引き分けは1です。その勝ち点が同じになりまして、いわゆるゴールディファレンスの差が1ということになっていたわけです。現在は3です。バイエルンの方はちょうど23周目に入りまして、12、3位にランクされましたレバークーゼンとアウェイで0-3というスコアで敗れてしまいました。ノルウェーからのエクランドがハットトリックを演じたということで話題になりましたが、ミュンヘンはそこでちょっと離されました。しかしとにかく本当に激烈な首位争い、ここでまあ雌雄を決したいという両チームです。飛び込んでいきましたカールハインツ・ルンメニゲ11番。ベッケンバーは自分のボールだと言ってますが、はい、レフェリー認めませんね、はい、ブライトナーがボールを入れます。8番がヒーロニムス、んちょっと足をこう蹴ったみたいに見えましたがね。レフェリーの石原さん何も言いませんが、フリーキックですね。そうです、はい。低いボールでした。なかなかこの辺り岡田さんやり合いますね。アッシュート、またドレムラーですね、はい、右足のアウトでキャーッと右の隅にカーブかけましたがね、はい、クリアしたボールです。流してしかしドレムラーはすごい足してますね、強烈なシュートですね。そうですね、もう腰から下の、まあ、状態ももちろんそうなんですが、発達と安定感というのがすごいですね、右へボールが出ます。あるいはこのハイスパーのプレイヤーはよし、おーっとベッケンバワらしいプレイヤーですね。ベッケンバワらしいですね、ちょっとミドルスキーと合いませんね、はい、あるいはハンブルガーシュプルトフラインのプレイヤーは少しプレッシャーがかかっているのかもしれません。ここで勝ちますと、まあ、本当に楽になります。勝ち点の差が5というふうに開くわけです。まあ、それだけにハンブルグの方は、はい、もうちょっと攻めに力を入れてもいいような感じがしますかね。こういう時大勢帰っては来るんですがね、はい、こういう外側の選手に対するマークが割とゆっくりしてるんですね。そうですね、ルンメニゲですね、はい、カルツが行っています。2番のカルツ、アウゲントハラ上がりましたがね、はいはい、フィニッシュ、思い切りがいいですよね。思い切りがいいですね。この足を見てください、何かウエストと同じくらいというような感じもあります。非常に安定しています。反転も早い。これフィニッシュ、1メーターぐらいバー超えてますかね、はい、こういうところバイエルンのフォワードが攻めてきますとね、ちょっとハンブルグの選手ポジションの取り方が遅くて展開が早くできないんですよね、はあはあ、したがってバイエルンの方が守備がきちっとできてしまいますんでね、はい、
ハルツでしょうか、1回、まあ、いい形になっていきましたが、まあ、全体にすると少しあの右の青いユニフォームのハンブルガーの方が散発的という感じがしますね。そうですね、曲がってる、あーすごい当たりです、なかなか強い、フランツ右に流します、2番のカルツ低いクロス、いい角度ですね、いやーシュートができません、ホルスマンよく止めましたね、はい、ミレウスキーがうまいところへ入ってきたんですがね、またフルベッシュ実にいいヘディングしたですよ、体を反らしましてね、むしろ当たる瞬間力抜いてボールを殺してましたね、はい、あれやっぱりボレーで狙わないとミレウスキーいけませんね、はい、コーナーキックキーパー止めました、これも惜しいですね、当たったのが本当にちょっとずれてればゴールですね、今のフルベッシュのヘディングもいい、よく飛んでますよ、はい、フルベッシュの頭を見てください、左から行きますがね、ここで入ってゴール前へ潜り込んでくる、高いですね、はい、まあ、もちろんあのバイルンもゴールの中にキーパーが飛び出した後2人必ずいますからね、はい、カバーはしてますが、今のはハンブルクのベンチですね、そうです、フリスティック監督が一番右に降りました、さて走行している間にあまり時間がなくなってきました、前半です、カールハインツルメニゲつらっと流して7番のブルンベルガー、シュートですね、そうですね、ブルンベルガーのシュートですがキーパーがっちり止めましたね、はい、もうほとんど時間がありません、秒単位です、あ、ここで石原さんのホイッスルですね、しかしあまり緊張感というのがなくて冷静にプレーをやっているように見えますね、そうですね、ただやっぱりちょっとハンブルクの方が私はプレッシャーのように感じますね、そうです、なんか思い切りが一つ良くないような感じが印象として受けますけどね、はい、まあ、後半どうなりますでしょうか、はい、解説は岡野慎一郎さんでした、ありがとうございました、どうもありがとうございます、それでは来週は後半をお伝えします、ごきげんよう、さよなら、今週は先週に引き続きまして西ドイツのブンデスリーガ名門同士の対決でありますバイエルンミュンヘンとハンブルガーシュポルトフェラインのゲームをご紹介します、今週は後半に入ります、解説は日本サッカー協会の岡野慎一郎さんです、後半この13番をつけましてビリー・ライマンが入っています、ホームチームはもちろんハンブルクで行われましたのでハーエスファーと書いてございます、ハンブルガーシュポルトフェラインそれとバイエルンミュンヘンが右赤のシャツに白のショーツです、岡野さん前半はあまりにドイツ的なゲームでした、そうですね、まあ、非常にグランダのパスが多くてね、はい、なかなかドイツらしいサッカーを見せてくれましたね、 ね、それでは早速イレブンをご紹介します、左側まずホームチームのハーエスファーハンブルガーシュポルトフェラインです、キーパーコイツカ、2番は西ドイツ代表のカルツ、3番グロー、4番ヤコブス、5番があの皇帝フランツ・ベッケンバウアーです、それから6番がイヴァン・ブルヤン、7番のミレウスキーに代わりましてビリー・ライマン、13番、8番のヒーロニムス、センターフォワードは西ドイツ代表のフルベッシュ、それから10番キャプテンのマガトゥ、11番がメメリンクです、一方のバイエルン・ミュンヘンです、ディフェンディングチャンピオンです、ゴールキーパーはマンフレッド・ミューラー、それから2番がドレムラー、3番ホルスマン、4番バイナー、5番がアウゲント・ハーラー、6番がクラウス、7番がディルンベルガー、8番キャプテンのあのパウル・ブライトナー、そして9番がディーター・ヘーネス、10番がレーバー、11番がカール・ハインツ・ルンメンゲであります、前半を終了しましてまだ両チームノーゴールです、エンドが変わって右にバイエルン・ミュンヘン、左側にハーエスファー、地元のチームです、まあ、伝統といえばそれまでかも分かりませんが、バイエルン・ミュンヘンの方は岡野さんのご指摘がございましたようにウィングプレーヤーがいません、かなり真ん中に絞り込んでくる攻めが特徴です、ハーエスファーの方は少し前半元気がありませんでした、両チームともに決定的なチャンスは1ないし2回ぐらいありました、レフリーはエシュバイラーさんです、いいところにボールが出ます、こちら側タッチを割ります、
しかし天下分け目、ひょっとすると今シーズンの、まあ、覇権を左右するというゲームですが、両チームとも落ち着いてますね。そうですね、まあ、一番興奮してるのはスタンドでしょう。全くそうですね、はい、全くそうです。地元のファンは圧倒的でしょう。これはいい位置でフリーキックです。ホルスマン前ヘディングで逃げました ね、 そうですね。スローインです。11番のカスパール・メメリンクがいるようです。ゆっくり中を見ます。ディフェンダーがつきます。ハイクロスを入れます。このかフリーになっている。シュート、ゴール。後半の3分、キャプテンのフェリックス・ゴルフガンの長くそれですが、はい、あのヘディング非常にうまくボール殺して浮いてきたボールを落としましたね、はい、それを受けた長くはもう全くノーマークでしたので ね、 ねしかしそれにしても落ち着いていいコースにシュートを決めましたね。そうですね、はい、もう一度見てください。メメリンクのスローインです。ブローが入れてここでヘディングで落としたですね。あ、そうですね、はい、4番のバイナーが行きましたけどもトップすでに遅し、まあ、サイドネットポストギリギリに入ってますから ね、 ねまず先制のゴールは48分、地元のマガトゥーが取りました。さあ逆襲、何か騒然としてきましたね。もう面白いもんですね。やっぱり点が1点入るとプレーもそうですがスタンドも動きが変わってきます ね、 そうですね。歌が出てきましたからね、はい、この辺が本当に岡野さん、こうした、まあ、ヨーロッパあるいは南米などのサッカーの場合私も感じるんですが、お客さんも一緒にプレーをなさってるわけです ね、 楽しんでます ね、 ね。ガーッとやった。7番のデュルンベルガー、赤いユニフォームのバイエルンの方も必死になりましたね。負けるわけにはいかないゲームですからね、はい、バイエルンは。先週もご紹介しましたがこれが西ドイツのブンデスリーガの25周目、8点の差がちょうど3つです。トップを行っているのが左側青いユニフォームのハンブルガーシュポルトフェライン、右の赤いユニフォームのハンブルガーが8点3の差で追っています。そうですね、やっぱりバイエルンここで負けますとね勝ち点が5と開きますからね、はい、これはちょっと大きいですね。残り試合が9試合ですよね、はい、しかも対戦相手が非常に苦しいということを考えますとバイエルンちょっと不利でした。それだけに絶対に負けられません。よりまあ攻撃的になるかもしれません。トップにディーター・ヘイネスがいます。ミッドフィールドに黒い髪のパウル・ブライトナーがいます。そしてウィングの位置には右に左にカール・ハイツ・ルンメニエが登場します。赤いユニフォームのバイエルン・ミュンヘン、2番はマンフレッド・カルツ、赤いマフラーをなさっている方もところどころにいますね。まあ、ミュンヘンから来た応援団ですよね、はい、やはりハンブルクでやってますからね、6万2000の観衆のうち、はい、まあ6万以上ハンブルクでしょう ね、 あ、そうですね。さあ、ライトナーです。オブストラクションではないかと手出しましたね。石原さん、石バイダーさんはホイッスルがなりません。メメリンクでしょう。あ、手当たった。これは引っ掛けましたね。警告ですね。警告ですか。フランスですね。フランスです、はい、監督です。リスティックさんがちらっと見えましたが今の場面です。反転しようとするところ、あ、そうですね、こういうファールはいけません。クリアがちょっと小さい両足に買い込むようにしていたんですが、コーナーですね。そうです、26歳という西ドイツ代表の経歴があります。カスパール・メメリンクがどうやら入れるようです。コーナーです。場内大変です。ボールが折り返されましたがキーパーのマンフレッド・ミューラー、
腕にキャプテンマークをつけている選手権を取りましたマガトゥ。勢いづきました ねやはり1点取ったハンブルク、ちょっと調子の波乗ってきましたね、はい、マガトゥ縦へフィード、サンに流れます。赤いユニフォームのディーターヘイネス、あたりがかなり前で当たります。ヒーローニュースが一旦リターン、もう一回戻るフランツ、サイドチェンジ、2番のマンフレッド・カルツ、右のオープン、変わったリリー・ライマン、西ドイツ B 代表選手です。距離のあるクロス、展開がハンブルガーは随分大きくなりましたね、今みたいにボールある程度までつなげるとハンブルク楽ですがね、はい、前半はちょっと動きが重いような感じがしましたけど ねあっとブライトのミスキックですね、ミスキックがキーパー飛び出した、あーこれはしょうがない、いやーこれは痛いミスです。ブライトナーらしくないミスですね。そうですね、一番右端赤とブルー、リスティック監督よしよしという感じですね、これね、もうバイナーですね、バイナーが持ってるボールをもらって、これをキーパーにバックパスのつもりだったんですね。そうですか、それが短すぎてここでキーパー出るんですがね、フルベッシュ楽々と決めましたね。そうですね、落ち着いたフルベッシュのいいシュートでもありました。これでたちまち2対0、48分54分ですよ、後半始まって10分足らずでね、2対0というのはこれ、はい、ちょっとバイルに苦しいんですが ねマンフレッド・カルツ、あっとなりましたね、お流しました、流しますね、イヴァン・ブリアン、ブルーの6番はイヴァン・ブリアン、ユーゴの代表選手、いやー場内大変ですね、もうね、勝ったとスタンドの人たちは思ったでしょう ね派遣はいただくという感じもしますが、どうでしょうか、はい、そうですね、メメリンクが再度取られましたね、はい、がっちりとしたフルベッシュかメメリンクかどっちか分かりませんが、ね、はい、やっぱりメメリンク、メメリンクのポジションですね、ここはどっちでしょうか、でしょうね、そうですね、メメリンですね、ガッチリとしたフルベッシュがゆっくりと戻っていきましたが、さあ赤いユニフォームのバイエルンミュンヘン、ディフェンディングチャンピオンです。去年のこの西ドイツ1部リーグのチャンピオン、先週もご紹介しましたが、去年もそうですが今年もこのハンブルクとバイエルン、北部と南部のチームが覇権を争います。今のブリアのプレーなんか落ち着いてますが ね、 そうですね、ただこの後ちょっと攻めのフォローが少ないですね、はい、ハンブルクの方が、はい、それとねこういうところで持った時いきませんね、2点取ってからあんまりいかなくなったですね、はい、どんどん下がりますね、ルメリンクも先ほどまでこの辺からは当たる気配を見せます。いやまだね前の詰め方が甘いですね、そうですか、はい、キュッと詰めないでゆっくりいってますからね、はい、まあ、これになればもう詰めていきますけど ねこれで突破されたらラストパスですからね、はい、あるいはシュートということもあります。さあフランツ・ベッケンバーバー、少しなんかあのお腹の辺りが太ったような感じもいたしますが、フランスのドリブル、フランツ・ベッケンバーマンは35歳になりました。パスした後はよく走りますね、走りますね、さあ右に出たマンフレッド・カルツ、あーっともったいないですね、アウトですね、アウトで、あ、もう一遍外に出てますね、あ、そうですね、はい、これがバイエルンですね、はい、ちょっとチェルナイ監督、左端ですがね、はい、その向こう側にあのウリーヘネスの顔が見えています。現在マネージャーですか。そうですね、ゲネラルマネージャーですね、はい、ちょっとこうなんか冴えませんね、はい、当然でしょうけど、まあ 2-0 っていうのはちょっと重いですね、はい、チームにとっては、はい、2対0とリードされました赤のバイエルンミュンヘン、西ドイツ南部の強豪チームです。ちょっとブライトナー、
あ、積極的に行きましたと反則ですよね、今のは。反則ですね、マガトゥ、キャプテンマガトゥの反則です。ドレムラーが出ようとしたところ引っ掛けましたね、はい、フリーキックです。この辺からは守りは絞っていきます。しかしまだボールをキープ、バイエルンミュンヘン、シュートかな、逆シュート、あー、ダメです。中をちらっと見ました、あ、チェックしません。戻す、クロスする、まだフォローがある。ジェルンベルガーがゆっくり右に振って、この位置からレーバーでしょうか、シュート、ずいぶん遠目から打ちましたね、思い切って打ちますね。小さいんですが171センチ69キロというこのユルゲンレーバー、27歳のプレイヤーです。西大地の B 代表選手、5番がフランツ・ベッケンバウアー、ニューヨークコスモスに行き、そして今シーズン西ドイツのリーグに戻ってきました。かつてはご承知のようにバイエルンミュンヘンの名プレーヤーでした。ちょっと軽率なパスですね。そうですね、危ないですね。右に振って7番のジェルンベルガー、センタリング、キャプテン長く、クロスします。ヒーロムースでしょうか、左に振ります。あー、ダメです。やはり岡野さん、こうしたプレーの地域がだいぶ左側ハンブルガー寄りに入ってきましたね。2点取った後ちょっとね、はい、バイエルンの方がむしろ押し込んで、そうですね、始めたですね、はい、ハンスバイナー、ワイナー頑張ります。残したあっと引っ掛けたですね、これは反則ですね。カールハインツ・ルンベニゲ、11番をつけています。さて壁です。ディーター・ヘイネスも来ています。ブライトなんでしょうか、どっちが来ていますかね。ブライトなら来る、そうですね、6人の壁でしょうか。キーパー小泉が指示を与えて右サイドに壁を作ります。あ、壁にモロに当たりました。ルンメニエですね、はい、ゴール裏のカメラです。さあ逆襲ができるか、右のオープンのボールが出る、変わったビリー・ライマン、このボールをキープ、上がってきたでしょうかビリー・ライマン、あーっと引っ掛けましたね、もったいないですね、もったいないですね。今の時でも上がったのはフォローしてきたのは2人ですからね、はい、ライトナーです。中をちらっと見ました、盛んに何かリーダーヘイネスが言っていましたがダメです。曲がってフランツ、あーっとフランツ取られました、ヘイネスですね、そうです。ライトナー右に振ります。この位置から8番右に出してシュート、危ない危ない、飛び込んだのは左サイドからヘイネスが飛び込んだんですね、そうですね、危ない場面ですね。これはジェネラルマネージャーやってるウリヘイネスの弟ですかね、はい、アウゲントハーラーでしょうか、すごいクロスを入れました、グラウンダーでした、合っていれば1点もの。確かに岡野さん、カメラが本当に左サイドですね、だこういう時にね、周りの選手の動きがちょっと少ないですよね、はい、前半はこういうのが目立ってたんですがね、2点取った頃は良かったんですが、はい、またみんな割と立ってますね、はい、こういうボールのあるシーン見ますとね、はい、赤が多いですよね、あ、多いですね、はい、こういうところでも赤がずっと寄ってくんですね、5対3です、はい、赤はバイエルンミュンヘンです。2対0左側、青いユニフォームのハンベルガーヒコルトクラインがリードでやります。そして出すところがないんですよね、このみんな探してますよ、サイドへ払う、はい、フランツ・ベッケンバウアーです。
しょうがないから高いボール、はい、ドイツ的でない高いボールを上げると競り合いでやられますね、はい、アウト、あー、いいところ切り抜けて縦へ通ったぞ、危ない、懸命のタックルが生まれました、はい、3番ユルゲン・グロー、倒れたのがディーター・ヘーネス、ちょっと見えてませんがね、はい、ここでヘーネスが素晴らしい角度で入って本当はもうシュートのところでしたが ね、 そうですね、さあ逆襲です、あーあホイッスルなってるでしょ、なってると思いますがね、今のフルベッシュのあたりはあれはちょっと反則でしょうね、はい、でもその前に逆の反則があったんです、はい、1つ、はい、流れてましたからね、はい、ある意味反則らしいのが2つついたんですが、はい、最初の方で取ってますね、ということはハンブルガーシュポートカラインの方がフリーキックをもらったということですね、はい、フルベッシュがいます、9番13番ディリー・ライマン、その向こうにフォルストやフェリックス・ウォルフガン・マガトゥ、3点取ればとどめという感じもするんですが、これいやヘイネス、あいや11番のルメニエフ来てます、ドリブルに入ってブリアンでしょうか、チップキックあったんだ、ね、ブリアンですよね、はい、何を言うこの選手らしいプレーをちょっと見せてくれましたね、柔軟な判断から小技ですね、はい、キュッキュッと入っていきまして、ブリアンと最後ビリーライナーが絡みました、右サイド、ワンツーはやりません、ここにいますゲームメーカーのライトマン、右に流す4番のバイナー、カールハインツルメニゲ、今のボールを離すところメニゲ柔らかいですね、もう一回後ろに戻します、赤いユニフォームが押しました、チップキックで左サイドシュート、7番のデュルンベルガーでしょう、ちょっとハンブルク全員防御みたいな格好に入ってます ね、 本当そうですね、何かあの画面だけを見ていますと岡野さん、バイエルンミュンヘンリードという感じがしますね、さてコーナーキック、ゴール裏のカメラでご覧いただきます、デュルンベルガーが右足で蹴りますね、はい、またこのクリアしたボールを拾われます、デュルンベルガー流して、あーこれはすごい高いボールです、まだ必要に絡むがここでホイッスル、反則はバイエルンです、ちょっと足を蹴られました、柴原さんが何か注意を与えてますね、大したことないじゃないかということだと思いますがね、スパイクシューズの紐を締め直してるんですね、ストッキングを下ろしましたね、あそうですね、ストッキングを下ろしました、はい、今上げましたけどね、はい、まあ、ドイツではあのコインの時間稼ぎのようなことはあまりありません、まあ、やってもレフリーが取ってますからね、そうですね、はい、2対0、アンブルガーシュポートラインがリードです、惜しかったですね、うまく取りました、ブライトナーいいドリブルだ、ブライトナーです、縦パスが通ったかな、ルンメニエですね、ルンメニエシュート、ボリンコースですね、ブライトナーからたった1本のパスですよ、そうですね、はい、ドリブル、パス、シュートですね、はい、まあしかしもう一度見てください、ここで待ちこたえてね、はい、からのスルーパスが見事ですね、走ってるルンメニゲにぴったりですね、はい、またルンメニゲも角度のないところから実にいいところにシュートしましたね、はい、見事なコースです、2対1になりました、
さてゲームの方は2対1とハイエスパーがリードをしまして78分、あと残り時間が11、2分です。でこの間にメンバーが変わりまして、バイエルンミュンヘンは10番のレーバーに変わりまして、12番をつけておなじみのノルベルト・ヤンソン、それから6番のクラウスに代わってクルト・ニーダーマイヤーが入りました。やはりバイエルンとしては攻めでしょうね、はい、ヤントンというのは点取り屋ですからね、はい、今のはいけませんね、あ、ラインゾーンを見ていたわけですね、もうすぐです、目の前ですからね、はい、そうですね、フラッグがすぐさっと上げました。バイエルンミュンヘン、1971年から76年までチームは絶好調の黄金時代を迎えていましたが、とにかく7タイトルぐらいその間に取っています。ちらっと言いましたヤコブス、ハイエスパーの攻め、これはいい展開ですよね、はい、この後ですよ、そうですね、うん、もうちょっとやっぱり周りの人がボール持ってる選手にサポートによらないとね、パス出す角度がないですね、ですね、はい、ですからつながってますがね、はい、全く味方に有利な展開のパスというわけにいかないですね、詰められてますからね、あ、そうですね、はい、ということはもうパス出す角度がね、もう全く一つしかないと、はい、つまりバイエルンの選手に全部読まれてるということですね、はい、限定されてきてそこに敵に入られるんで奪われるわけですね、そうですね、ちょっとハンブルクもう少し動かないといけませんね、はい、こういう時でも一人動いていけば歩いてるでしょ、歩いてますね、逆サイドの選手はボールが来ないもんと思ってるような感じですからね、そうですね、全くそうですね、出せないですね、はい、ですから戻し以外なくなっちゃいますね、むしろこういう形であの岡野さん先ほど画面に赤いユニフォームが多いとおっしゃったんですが、はい、よく反応してますね、バイエルンは今度はバイエルンが持ってるとバイエルンの方が攻めでも人数が多いんですね、多いですね、さあチャンスです、戻してヘネス、ちょっとハンブルクはリズムが少しおかしくなりました、もちろんリードしてるんです、この辺りの執念はアウェイのゲームを戦いまして、この時点で勝ち点3と離されていたバイエルンの方がより攻撃的です。当然のことなんですが、絶対に負けられません。昨年のシーズンは創立して80周年という記念すべき年、見事にブンデスリーガのチャンピオンになりました。ブンデスリーガの優勝が5回あります、バイエルンミュンヘン。一方ハンブルクは一昨年のシーズン初優勝でした。久々ですね、はい、攻めました、ライナーちょっとね、ライトな岡田さん張り切ってますね、これがチェルナイ監督です、バイエルンミュンヘンのベンチ、あと1点です。カールハインツ、ルンメンゲ、小さなドリブルから反転してワンツー、あーっとラストパスの感じでした。ストヤンブリアンの読み勝ちですが ね、 そうですね、しかしバイエルンは伝統の攻めが生きてるんですね、さあハンドルガーシュトルトフライン、グローガーだったですがね、はい、1点を争うゲームになりました。ちょっとバックパスが多すぎますね、せっかくやったのに 50m バックしたいですよ、あ、これ戻すとね、これはもう 70m バックですね、はい、敵陣から一気に交代ですもんね、そこでオフサイドじゃないんですね、あ、フルメッシュだ、フルメッシュ自身もオフサイドと思っちゃったですね、今はマイフレンドミューダーが飛び出しました、オフサイドじゃなかったんです ね、 ちょっとフルベッシュ自体無然とした顔してましたが、ね、逆サイドにバックが残したんでしょうね、あ、そうでしょう、はい、フランツですね、そうですね、はい、ベッケンバーの話して、あ、オフサイドじゃないです、あ、ですね、向こう側にいましたね、はい、あれ止まんなかったらよかったですが ね、 そうですね、あ、リスティック監督ですね、はい、
アンムルガンシュトルトフラインの精悍な表情をした監督です。もう1点これ欲しいですよね、ダメージ点をね、はい、ここでもう1点入れとくと 3-1 で決まりますがね、あ、これはオブストラクションでしょ、ません、ウドフォルスマンです。これはちょっとバイエルンあまりいい反則じゃなかったようですが、リバウンド、あ、いませんね、あ、グルベシが押したんですね、はい、押しましたか、さあ赤いユニフォームの足取りの方が軽いですね、軽いですよ、バイエルンメンヘンの攻め、サイドチェンジ、ここに本体のブライトナーがいます。いいドリブルです、チェップキックゴール前、カスパール・メメリックもその位置にいます。ボールを持った時に反応したいんですよね、他の人があんまり、ようやく動いた、さあ、ダメです、分かりますね、はい、メンメリゲ眼球いかんかーっと、ちょっとこれは角度がない、ホルスマンが来ましたね、びっくりしましたね、画面を横切りました、3番のウドホルスマンでした。ちょっとハンブルク守り切ろうという意識があるような感じですね、はい、ここだけで6人がいますからね、そうですね、キーパーで7人ですよ、はい、こいつか、大きく前方に蹴り出しました、ハンスバイナー、長くボールが取れません、赤いユニフォームのバイエルンミュンヘン、うまいですね、やっつありますね、いいですね、すごいボールでした、さあ切り返してシュート、いいですね、ヤンソン、はい、そうですね、そうですね、キーパーはもう本当に気も冷やしますね、はい、左利きですからね、ちょっと切り返しておいて左足でシュートになりますね、いいフィニッシュですね、素晴らしいフィニッシュでした、守り切ろうという姿勢がうかがえます、ハンブルガーシュポルトフェライン、一昨年のブンデスリーガ、ドイツの一部リーグのチャンピオンです。北部と南部の対決、拾ってくれる味方がいないですから ね、苦しくなりますよ、これはアゲントハーラーか、強いドリブラーだ、切り返す、まだボールは取られないが、引っ掛けましたね、なかなか粘りますね、ヘディングシュート惜しいですね、これは惜しかったですね、ファールハイツルンメニゲ、しかしそれにしてもお母さん、ハンブルクはちょっとこれ危なくなってきましたね、やっぱりちょっと ね消極的ですよ、そうですね、この辺りで流れを変えるようにビシッといっぱいいい攻めをしないといけませんね、はい、一点やっぱりシュートまで行きませんと ね、さあボール蹴った、これはオブストラクションですね、リリー・ライマン潰されました、でも大丈夫です、立ち上がりました、マンフレッド・カルツ、ここら辺からやっぱりシュートチャンスを一つ作っておきたいですね、コーナーに流れました、これはハンブルクにとっては一つのいい転換期にしなきゃいけませんね、そうですね、コーナー取れたんですから、非常に大事な時間です、地元のサポーターは大変です、あ、もったいない、もったいないですね、アウトですね、もう金子さんの言う通りです、もったいないですね、まあ、ここはハンブルクのベンチですが、なんとかいけるんじゃないかと、その差が1点です、勝ち点3とリードしていたハーエスパー、ハンブルガーシュポルトフライン、バイエルンのサポーターも結構いますね、いますよ、相手の倍以上の声を出してるんでしょう、カールハインツレンメニゲ、世界一のドリブラーです、クリア、ちょっと小さい、しかもこれが取れない、拾えないんです、ね、誰もいませんからね、大勢守ってくれました、危ないぞ、ヘイネス
クリア、向こう側パッチです。うわ、方法の手という感じですね、ちょっとねこういう流れになりますとねバイエルンが勢いに乗りますよ、もう押せ押せです、ドレムラーでしょう。チップキックまた拾われますね。どうしようもないです。危ないリズムだな。これはユルンベルガークロスを右に振る、ヘディングで落とす、競り合った、シュート、キャプテンのパール・ブライトナーの左足。これでブライトナーは先ほどのミスを帳消しにしましたね。いやすごい、すごいですね、ですね、バイエルンの応援団、まあ、おそらく6万人対2000人ならそれだけの声を出そうじゃないかと、いうことでしょう。デュルンベルガーからヘディングですね、はい、ボレーでしょうか、ハーフボレーですね。あー、そうですね、キーパー触ってるんですがね、はい、しかし見事なシュートでした。2対2タイスコア、実に岡野さん89分です。そうですね、ボールがどっか行っちゃったんですね。どこ行ったんですかね。そうですね、今ゴールに入ってその後、まあ、スロービデオをご覧いただいたんですが、その間にボールどっか行っちゃったんですね。スタンドに入ってしまったのかもしれませんが、これ予備のボールを出せということですね。そうですね、レフリーのエシュバイラーさん、残り時間が1分です。それではボールが来るまでもう一度見てください。ニュルンベルガー左足でかわして切り替えて右足、ヤンツォンのヘディングですね、はい、そしてもう一人テーネスのヘディング、そうですね、それをハーフボレードーンですね。しかしすごいシュートですね、見事な同点ゴールでした。もうほとんど、まあ、ロスタイムを多少取ると思いますが時間はありません。まあ本当に2点目は彼ブライトナー自身のミスでの失点でしたから ね、バックパスをカットされたやつですからね、はい、まあ、今ので汚名挽回だというところでしょうね、はい、54分のフルベッシュのゴール、まあ、本当に与えずもがな、いわゆるバックパスをかっぱられたわけですね。そうです、はい、短くてね、ようやく出てきましたね出てきましたが、地元のサポーターはカットきたんでしょう、勝てたと思ったでしょうからね、ですからまだまだ、まあ、ブンデスリーがこの時点で9試合残っていたんですが、8点差が5とつけばハンブルク、まあ、2年ぶりの優勝ということもあったんですが、まあ、ここで決まったかどうかということだったでしょうね、ある意味で言うと ね、これが、まあ、結局は最後までもつれ込む一つの大きな山場のゲームだったわけですね。そうですね、まあ、この最後のさっきのゴールでね、はい、ある意味でいけば優勝争いを面白くしてくれましたね。そうですね、もうこれであのバイエルンミュンヘンにしますとどうでしょうか、チェルナイ監督はこれで儲けた締めたというところでしょうね。そうですね、 2-0 までリードされてね、はい、相手のホームでやっててそれを追いついて同点にしたとすればね、はい、これはバイエルンとしてはもう十分満足ですね。そうですね、むしろ今になったハンブルガーは最後のコーナーでね、まあ、すごい歓声ですよ ね、 そうですね、もう時間がほとんどない、まだしかし油断はできない、クリア、大きなクリアリングキックです。考えてみますと岡野さん、バイエルン命拾いですね、得点が2対2、長くタイムアップです。長くフルベッシュに先行されながらレンメニゲ、そしてブライトナー、ブライトナーの得点は89分でした。そうですね、いや本当にドイツらしい、しかし面白いゲームでしたね。そうですね、はい、本当に無駄のないブンデスリーガのゲームでございました。解説は岡野慎一郎さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは来週のこの時間をお楽しみに、ごきげんよう、さようなら。